スーパーハイレグ女子天津一葉のちはす TV。 はい、ということでいろいろ買ってきました。でもすごい買ったんだけど、うん、日本よりちょっと物価が安いのかな。なんかめっちゃブスだなめっちゃブスごめんなさい。何買ったかっていうと、まず熱いなんかよくわかんないラーメン買いました。今から食べようと思って。と明日の、あ、なんかね、ちょっと待ってなんかそう、おでん買ったらもう袋に丸め込まれた卵と明日の朝食べようと思って買ったヨーグルトと、なんか多分よくわかんない、全然読めないんですけど、多分ぶどうパン、明日の朝ごはんですね。あとねアイス買いました。アイスと、あとやっぱり必要だから、うん、絶対必要なんで水で、これで、まあ、大体500円ぐらいでしたね。うん、500円ぐらいでした。で、うん、なんか1元を10円ぐらいでして考えるとすごい、なんかそれぐらいの物価なんで、うん、で、レッドブルも16元だったから、まあ、大体160円とかなんで、なんかレッドブルってやっぱりなんか全世界にあるんで、なんか一つの基準としてすごい考えやすいものらしいので、ちょっと参考にしてみてください。食べてみたいと思います。あ、多分抹茶アイスです。すでにちょっと溶け気味かも。美味しそう。うん、アイスうま。なんかブツブツなんですけど、普通に抹茶な気がする。味覚障害だからなんとも言えないけど、うん、美味しいです。なんかすごいどうでもいいことなんだけど、カロリーがさ、見えるかな、このキロカロリーじゃなくてキロジュールで書いてあるの分かるっていうどうしようもないことに気づいてすごいってなりました。717キロカロリーだとかなりじゃないですか。え、あ、ジュールだからちょっと、ジュールってなんだっけ、何キロですって、まあ、計算すればいいのか、ちょっと調べます。 1.6 だっけ、 1.6 キロカロリーが1ジュールでしたっけ。あれ違うかな。まあそんなもんですよね。次にこれ食べていきたいと思います。ちょっと傾けたらめっちゃこぼれそう。これです。でも美味しそうですよね。なんか私ちょっと辛いの結構意外と好きなので、あ、適度な辛さが意外と好きなので。あ、ご飯なんだ。ていうか普通にさ、こう取ればいいね。すごい美味しそうじゃないですか。これ美味しそう。めっちゃ気になってたのが、おしぼりがさ、これなんだよ。拭けなくないと思って。
なんか山椒っぽい香りがします。いただきます。うん、おいしい。中お米でした。中お米キャベツってかな。なんか白菜と肉と野菜がいっぱい入ってます。あと豆腐。すごい見にくい図でごめんなさい。なと思ったんですけど、お米が見えます？細くないですね。普通の日本みたいなお米です。うん、美味しい。あとすごい気になった卵もうなんかなんだろう、おでんのところに入ってたんで、もう気になって、それあおでんのエッグエッグって言ったら、ポーンってこれに袋に入れられてもらいました。でもこれ殻ついてるかも。あ、殻ついてんだ。殻だ。あ、殻ついてる。なんか茶色い卵です。向こうあんま甘くません。あ、でも中も剥いても茶色い。見えます？剥いても茶色い。卵。あ、普通に卵卵の匂いがしました。うん、あ、なんかさっきもう山椒食べたからあんまり感じないんですけど、え、ちょっと山椒っぽいのかな。やばい、全然わかんない。水飲もう。醤油わかんない。後で調べます。めっちゃ卵、もう卵の匂いしかしないですもん。卵。ね、この茶色いのはあれらしいです。お茶らしいです。でも全然わかんない。全然。卵。卵です。もう早々に開けちゃってちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、お茶がすごいなんかいろいろあって。マグカップも可愛い。一人なのにコーヒーとかで、お茶がジャスミン茶と緑茶がありました。で、砂糖がすごいいっぱいあったの。お砂糖がなんか砂糖めっちゃいっぱいあるなと思ってこんなに本当にね、すごい海外に来て一番最初にびっくりしたことが、お茶が甘いことですね。なんか喉乾いて、なんか水かお茶ってすっきりするじゃないですか。お茶が欲しくてお茶買って一気飲みしたらめっちゃ甘くて、うわーってブワーってなりました。ていうか、ブスすぎ。ベッドで寝るの初めてなんで、すごいでかいです。でかいでかい、めちゃくちゃ広いです。でも一人で寝るのちょっと寂しいですけど、おやすみなさい。これどうやって布団出すんだろう。すごい、枕もふかふかです。
チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。